ました。ああ、ポテトかぶったね、これ2つになっちゃったね。まあ、いいや。お、ポテトめっちゃうまいこれ。あ、崩れてんだ。はい、ついにハンバーガー4店舗目。これはね、相模原のグリル福吉。これね、結構食べログとか見たら星が結構多かった。いや、さすがに3店舗食ってもうええやろうと思ったんだけど、ウーバーで見てたらこれが出てきて結構評価高かったんでどうかな。はい、まず見た目、これ映りしづらいな。まあ、やっぱチェーン店と違うこの荒々しさがありますね。届いた時結構バラバラになってたからね。さあ、果たしてそれが吉と出るか。よし、行ってみます。いただきます。お、お、めっちゃ肉厚だ。トマト、レタス、あと一応目玉焼きが入ったバージョンなんで。うまい、文句なし、今までで一番うまい。ちなみにこれ黒毛和牛バージョン。もう肉の味がすごいよこれ。最後に本物来ちゃったかも。これあのお店がちゃんとあって、あれハンバーグ屋さんなのかな、結構いろんな料理出してるお店なんですよ。でそこがうちウーバーだけこれをハンバーガーを出してるんですけど、これはハンバーグだね。ハンバーガーっていうより、すっごい肉肉しいハンバーグだね。あんまりこう玉ねぎとかが入ってなくて肉って感じのハンバーグがバンズに挟まってる。ハンバーガーの域を超えてる。これは素晴らしい。アボカドも乗せりゃよかったわ。これもう本気のやつだよ。
わあ、参ったこれは。参りました。最後にラスボス来ちゃった。ハンバーガーの域を超えてるこれ。今までのとはちょっとレベルが違いすぎるんで。いや、俺もう一生ここだけでいいかも。ちょっと今度お店に行ってハンバーグ食べに行きます。感動した。つうことで48時間で4店舗制覇しました。ちょうど10個目だね。これが一番うまいです。というわけで近くの方はぜひ注文してみてください。